はい、街を良くすると細谷秀明でございます。日時は2021年5月の30日でございます。はい、先ほどですね、瑞穂町でですね、デニーズさんの、ね、撮影等をしたんですけれども、それからですね、青梅市に戻ってまいりました。ただ見てください、雨降っておりません。あれほどですね、瑞穂町でですね、ザーザー降りの雨だったんですけども、強い雨だったんですけども、青梅市はですね、雨全然降っておりません。もちろんですね、道路も濡れておりません。はい、話は変わりまして、今いるところはですね、青梅市のですね、元東芝青梅工場の跡地にですね、建設されましたラウンドポートさん、ラウンドポートさんですね。はい、もうほとんどですね、完成と言ってもいいんではないんでしょうか。野村不動産さんですね。はい、ラウンドポートでございます。はい、最後までですね、このラウンドポート、こちらのですね、今映している建物、今ね映しているこの最後のね、ラウンドポートのですね、建設現場なんですけども、ほとんどですね、完成をしたと言ってもいいんではないんでしょうか。はい、一部ですね、このように足場等が組まれていて、まだ、おそらくですね、内装の方が、ね、完成してないのかなというところもございますが、外装の方はですね、ほとんど、完成しております。はい、建設現場のね、事務所等も、今現在はですね、撤去されております。はい、あちらにですね、太陽光発電でしょうか、設置されておりますね。はい、もうじきですね、おそらくオープンだと思います。早ければ7月とかね、8月に、夏休み前にですね、オープンするのではないかなと、私、見ております。はい、はい、現場からは以上でございます。街を良くすると細谷秀明でございました。